ドライバー異常時対応システムは、ドライバーが急病などにより運転できなくなった場合、車内外に異常を知らせながら車両を自動的に減速および停止させるシステムです。ドライバーの顔向きや目の開閉状態などをモニターカメラで常時確認するドライバーモニターと、ウインカー操作を行わずに車線から逸脱する可能性がある場合に警報を発する車線逸脱警報が、ドライバーの異常を自動で検知した場合システムが作動。メーター表示とメーターブザーで車内に知らせ、緩いブレーキがかかります。およそ3秒後、ストップランプとハザードランプを点滅、ホーンを鳴らし車外に異常を知らせ、減速を開始します。車両が停止した後も車内外に放置を続け、ブレーキを保持したままエンジンを停止します。不要な作動でドライバーが解除する場合は、 EDSS トラック用解除スイッチを2回押すことで解除できます。システムが作動し停車後に解除する場合は、スターターキーをオフにすることで解除できます。